はい、回ってます。はい、はい、行きます。はい、7月ですね。佐々木優香です。佐藤彩です。夏といえば忘れられない思い出とかある？はい、高校生の時に初めて彼氏ができました。あの酸っぱい思い出ありましたね、うん、で公園のベンチに座ってだったんですけど、うんうんうん、なんと蚊がたくさんいて、彼の顔がどんどん荒れてきて、蚊がいっぱい来てどんどんね、うん、刺されちゃって、うん、次の日見たらなんかすっごい腫れちゃってて、かわいそうになったって。彼にとっての最悪の夏だって。おそらくね、もうせっかく盛り上がっているはずなのに痒いみたいな。ちょっと痛かゆい感じが思い出ありました。痛がゆいけど、それが初めての彼氏との、そうです、夏の。そう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 。なるほど。ゆうかさんはどうです？やっぱね、夏といえば海、うん、ね、はい、みんな海とか行かれると思いますけれども、オーストラリアの海に行ったんですよ、うん、海外なんですけどね。で、海に入ってたらものすごい高い波が来て、うん、ふわって体が浮いてふわってなったんですよ、はい、なった瞬間、次の瞬間水着がパッと持ってた。えっ、そうガチャンコ HBC。 あ、水着が泳いでたっていうよりは水着がポンって上がったので、どうしようと思ったけど、このまま上がったらすごい恥ずかしいから、うん、波の中に隠れてようみたいな、その感じ。そう、じゃあなんとかこう、なんとかもう一回付け替えて爽やかに出たみたいな。ちょっと今それやってみません？ここでポロポロ瞬間、ポロポロ瞬間、波来てこっからこう持ってきて、ちょっとしばらく出ないの、しばらく中腰してもう一回付け替えてみたいな、穏やかになりますよ。なるほど。そう、だから大きい波には気をつけて、ビッグウェーブ気をつけてください。ビッグウェーブ気づいてよかった。流されていかなくてよかったかな。そうですよ。いや、もうなんかこう、なんか貝とか探さなきゃだめかもしれない。そう、貝があればいいけどね。貝があるとは限らないしね。わかめとかあるとは限らないけどね。そうですね。とか無事に、無事にっていうね。貝殻ならダメでしょ。いやホタテじゃなくて、もうアサリぐらいでとか。いやその話面白い。いやね、終わった後にね、またそういうのが出てくる。そうアサリ、もうちょっとちっちっ、アサリちょっと小さいね。大シジミぐらい。それは小ハマグリみたいな。